本社、スタジオ株式会社 FM 島原は、長崎県島原市及び、南島原市の各一部地域を、放送区域として、超短波放送をする、特定地上機関放送事業者である。FM 島原そのままの愛称で、コミュニティ放送をしている。2007年開局、ケーブルテレビジョン島原が、 株式の半数を出資しており、マスメディア集中排除原則に言う支配関係にある。本社、スタジオは、カボチャテレビの局舎のある、島原市白土町の NTT 島原ビルにある。放送局のテーマは、もっぱら、島原。マスコットは、もっぱら君。島原市のコミュニティ FM 放送局等、設置整備事業の支援を受けており、 島原市の行政情報を随時放送するほか、災害発生時及び災害発生が予想されるときは、防災情報が優先的に放送される。島原市内のケーブルテレビ網に接続された約50カ所の無線 LAN アクセスポイントを介した現地リポート放送、東京で開催された高校同窓会会場からインターネットを用いた生中継も行われている。 インターネット配信は、FM 市、まばら独自のライブ配信とサイマルレディオによる。また、スマートフォン用、アプリ、FM も運用している。FM では、長崎県島原振興局より、島原半島の国道251号、389号や、県道など、県管理の道路の交通規制情報を配信する。島原市内の放送局としてスタートしたが、 2016年に南島原市にも中継所を設置した。なお、当局のエリア拡大後、南島原市にて FM ひまわりが開局しており、同市内では2つのコミュニティ FM の競合状態となっている。放送エリアは、 島原市と南島原市のほぼ全域と雲前市の一部2007年2008年2010年2011年2012年2013年2016年2017年放送開始から2014年6月までは毎日7時から22時までの放送すべてが自社制作でそのほとんどを生放送していた番組の合間に放送される CM も自社制作しており 各パーソナリティのほか、社長を含め社員も、声優として出演していた。2014年7月からは、自社制作番組以外の時間帯において、ミュージックバードのコミュニティチャンネルの再放送を開始し、全日24時間放送となった。ミュージックバードの放送を中心に、ネット、島原市は、2015年4月に、防災行政無線をデジタル化したが、 これにより1991年の雲前不減だけ災害を機に全世帯に配布した受信機が使用できなくなった。大体として防災ラジオを全世帯と全事業所に無償対応している。南島原市も2017年4月から防災ラジオの無償対応を開始した。コミュニティ放送事業者 マスメディア集中排除原則について島原市の情報をライブ配信中島原市最終更新日2008年10月9日会社概要 FM 島原コミュニティ放送局に予備免許島原市において長崎県内5局目が開局予定九州総合通信局報道資料平成19年10月29日コミュニティ放送局に免許上交付島原市において 長崎県内5曲目が、開局予定同情平成19年11月8日、新会員社の、お知らせ日本コミュニティ放送協会新着情報。トピック FM 島原サイマルレディオ、お知らせを参照 FM、f m ご利用の FM コミュニティ一覧を参照、島原振興局道路都市計画化長崎県、不玄滝27年、防災は、 島原から FM 局社長、2月旧生毎日新聞2018年6月3日、コミュニティ放送局に、予備免許南島原市へのエリア拡大九州、総合通信局報道資料平成28年6月21日、ABC 取得日は、無線局等情報検索結果平成30年1月6日現在、による、 島原市防災行政無線が整備されました。島原市防災をやぶ個別受信機を整備しています。広報南島原2017年4月号、P12、同乗、2017年6月9日収集。ありがとうございます。